山内23番リストだって、え、入る、わかんない、どうなんだ、今までがどんぐらいか、そのちょっと知らないから、それは何？レアっぽいってびっくりしちゃった、声出してやんないからさ、びっくりしちゃった。16日当たった人、落選した方いるのかな、逆に。まあでもまだ一般枠あるので、一般枠はまだまだ受け付け中なので、ぜひ応募し忘れた方も、応募し忘れた方もとか迷ってた方、ぜひ。10月22日もあります。ので、そう、私たち土日の昼公演が多かったんですけどね、初めて平日でした、びっくり、ここに来て平日らしい、大丈夫かな、みんな来てくれる、平日。16日当たった方も、もしね22日が空いてたらぜひ応募してください。二人公演も次4回目でしょ、で22日で5回目でしょ、5回もやらせてもらうの嬉しいね。あれ4回目だっけ、あれ、あ、言ったっけ今、みぶんさんありがとうございます。ワクチン2回目2日後って微妙、2日後ってどうなんだろう。16日が4回目じゃあ5回じゃん、22日でほらやっぱり。同じくありがとう、こちらこそ。虹が出たよ。でもワクチン打った次の日、2回目、そう、家族は2回目打った時の、ワクチン打った次の日、次の日が、そう、熱出たけど、次の日はもう熱なんか下がってたっぽい。だから人によりますよね、お熱。二次すご。いっくんさん、しんあとマーク、せなぐみさん、ゆいりーに叱られたさん、ありがとうございます。君に叱られた。僕も叱って熱出なかったって。でも熱なくてもさ、腕は痛いだろうね多分。2回目2日目がそうなんだ、人によるんだね、やっぱり。
セラタンみたい一日で回復した。それ私よかった一日で。でも名前変えたら、いや名前変えたからじゃなくて、私の余裕がなさすぎて、私がそもそもドボンする回数が減っちゃっててっていう原因ですね。それはすいません、本当申し訳ない。ガチでのによかった。セナタンは回復役だ。ユーミリン、ビワさん、ごぼうさん、ありがとうございます。丸眼鏡買ってしまった。なんかさあ、あれ何の形って言うんだろう。悪いけどさ、まん丸ではないじゃん。そうそう。ミカレンズカありがとうございます。こちらこそ。振り込みできなくなりそう。確かにね、腕痛かったら踊れないね。うん、セシルさん、タシさん、アクアさん、ありがとうございます。どういうことよ、どういうことよそれ。トライテックを捨てなためのおすすめ、やったやったやった。僕の仕方蒙古タンメン、蒙古タンメン私言ってないよ。どういうこと？蒙古タンメン行ったことない。コツメカワウソさん、チャソさん、ありがとうございます。なんか英語になってる。ぜひ行ってみてだって出せるカードないかも。ん、ねえねえ、私か1日目の私服は AK ビンゴの私服ですよ。椅子が硬いの。
再販結成しました。ありがとうございます。嬉しい。私服に見えた。やば、私本当に大丈夫そう。眠そうじゃなかったよ。わかんない。今日みんな撮影日だったら、ううん、今日と明日で分かれてて、そう、私は明日なんです。私こういう撮影の時全然絶対にゆうりさんと違う日にな、違う日になるか、その同じ日の朝と夜か。なんでですかね。こういうさ、なんかグッズの撮影の時ぐらいしかさ、と公演、チーム公演とかしか一緒にならないのに、そこで会えない。あ、やばい、52秒忘れちゃった。っていうドンマイ的な感じ。大丈夫よ、気にしないでね。スタッフさん頼みは本当ですよ、まったく。悲しいね、悲しいね、ごくそ。猫さん、なにゃかみおしさん、新アットマークせなぐみさん、ありがとうございます。めっちゃ眠いから起こしてだって。わっ絶対みんなびっくりした今。絶対みんなびっくりしたよ。びっくりしたでしょ。おめでとう。いきなり大きい声で。うん、なんかさ、やっぱ大きい声はさ、めちゃたくさん出したら耳おかしくなっちゃうけど、一瞬だからいいかなと思って。ごめんね、一瞬だけ大きな声出しました。なんとかなんとかなんとかって言ってたら多分耳壊れちゃうけど、一瞬だから許して。星柱瀬名炭治郎さん、ありがとうございます。びっくりした。ごめんね。待ってるよん、待ってるよん。え、何の曲それ。もう君に叱られたしか頭の中再生されなくてダメです。君に叱られた、あ、そうだ。うん、二人してたの分かんないじゃん。え、どこの部分だ。ごめん、分かんない。
パピコアットマークゆいせのはじま切れてる、はじま3、ドラゴン Z ルルルさん、ありがとうございます。そう、ななさんにそう、おろしてるの似合うってめっちゃ言って言われた。嬉しかったよ。だからそうね、でもね、すごい時間なくて、そうちゃんと喋れなかったから、そう写真撮ってくれたので、お礼とともにその話をそう LINE で会話しました。そしたらね、大人っぽいですかって聞いたら、大人っぽかったし、なんか女優みたいだったわけで、それは言い過ぎだと思ってきたそれは言い過ぎだって思いました。言ってないですよ言ってないですけど、だからそう、だから明日グッズのね撮影があるんですけど、私今日やってる人もいるけど、私は明日の人なので、明日はストレートベースでやろうと思いますそう、ストレート耳かけはしないけど、アレンジはしたいからアレンジはするけど、そう、まあ、ストレートベースでそういうことに決めました。ネギさんの卒コの時の髪型にしようかなって思ってる。自分がその日にやった時の髪型、何のグッズになるんだろう。だってそれはね、私たち私は知らないんですよ。知らないっていうか、なんか何のグッズになるって知ってもなんか別にあれだし、なんか覚えてない。なんか多分書いてあるんだろうけど、うん、書いてあるんだろうけど、なんかいつか発売されるんだなって感じ。スナ天使さん、コウジさん、ありがとうございますね。壁車ね、窓かな、壁車撮影いつ壁車撮影いつ、何着着るかは分かりますよ。何の衣装着るか、グッズはもらえないね。セタン T シャツはもらえる。星が好きだから星になってる。でも黒髪ロング好きみたいな言ってたよ。まあ私の今の気分が変わらないければ。誰のアイコン？誰のアイコン？そうだ、メールに書いたけど、みんなあの真相はどう思いますか？メール取ってる方、ピアスの真相どう思う？30分になったらランキング見ますね。負けちゃった。よし、次こそは。やった、アイテムだ。いや、なんかね、違う、じゃそのあげたっていうか、渡した日に、そう、そのつけて写真を送ってくれた写真があるんですけど、でも昨日の写真、そう急いで撮ったこともあって、ちょっとブレてるじゃないですか、昨日の写真が。だからなんかおーってなっちゃう、おーってあれーってなっちゃう。そうだ、急ぎ足でさ、駆け足急ぎ足なんていうので撮ったから、そう直接見てもないし、そうだからわかんないなって感じ。マウンテンゴリラさん、ドラゴン Z、 あとマクチームホーさん、オノピーさん、ありがとうございます。ルーマを踊るから体幹鍛えるために筋トレ始めたわけではない。
普通にルーマーのレッスンがあるなんて知らない時に始めた、なんとなく。似てるなら似てる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 のなんか似てるのいっぱいあるんだもんな。この調子ならいけるかも。聞いたらいいのに、何自意識過剰やんってなるくらい違かった。じゃあ後で聞こうっと。まだまだ油断は禁物だよ。負けちゃった。よし、次こそは。やった、アイテムだ。ピアスのことに触れてる、うん、でしょうね。かしこまると固くなっちゃうって書いて。かしこまったことあったっけ私。結構昔の話じゃない。知らんけど。なんか最近はナルトさんありがとうございます。最近は普通になんかゆっくり話す時間とかもないから、まあ連絡は取ってるけど、なんていうんだろう、直接会ってだから、なんかかしこまる場面すらないから、だからね、今は平気かもしれないよ、知らんけど。まあ平気になってたらいいな。昔はそう、昔はねかしこまった。まあ連絡しててもね、ちょっとあれだったけど、その時お話し会楽しくて今月乗り切れそう、よかった。今月頑張ろう。よし、次こそ。背の指と背の手指。いや、それいつも言うじゃんみんな。いつも言うじゃん。勢いが好きだって。じゃあさ、なんか長時間喋りたくないかってことじゃん。クッキー割ってるって、割ってない、めんどっち、めんどっちくて割ってません。あの写真はずれ、あの写真どれ、どの写真、じゃあ勢いだったらさ、一緒にお酒飲みに行けないじゃん。大好きさん、大熊猫さん、長太郎さん、ありがとうございます。09年です。あれね、あれね、天才ありがとう。
今月ドボンのチェキプレゼントセナタンないって、なんで私だけ、なんでなんでなんで、私なんか取り忘れちゃったことあったかな、え、なんで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 、褒めてない、知ってた、他のメンバーもいる、そうなんだ、6人私合わせて6人、6分の1にいるの私、え、なんでなんで、どこに書いてあった、ほんとだほんとだほんとだ、え、なんでだろう、ほんとだ、いや、なんでだろうじゃないよ、昇格遅かった組じゃん、それはもう、それはもう、あ、そうですかってなりました、はい、そういうことですね、研究生は着る衣装が少ないんですよ、正規メンバーより、そうだから、そういうことだよ、そのだから多分その私たちが研究生の時に撮ってた衣装のチェキなんだと思う、うん、上がり目指して頑張ろう、みさき #22 アットマークブラジルさんもう名前に入れちゃってもね、ブラジルって、豚バラパラダイスさんありがとうございます、それでも欲しいだって、違うんだよ、ないんだよ、そう、その時ない、だからもうチェキがないんだよ多分、単純に、あ、同じチェキだって、チェキってさ、そのもうそのものしかないからないんだよ多分、取りだめが、そう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 、多分その時その時の枚数分しか取ってないと思うからないんだと思う、残念、書き回しできない、だってあれ直筆ですよちゃんと私書いてるからさ、そのチェキを取って出てき、その場で出てくるんですよチェキが、でその場で書くのだからです、ってことです、あ、30分なんて、ちょっと待って、そう、サインとか、そっか、書くから、うん、チキは誰が取るの、スタッフさんスタッフさんが、ケンさん、サイさん、シンリュウさん、ありがとうございます、ってことで、急いでサインではないですよ、別に、でもそう、その場で出てきたチェキに、ではランキング読みます、13位ウルクルクセンブルクさん、12位ガキッチョさん、11位ミサキちゃん、10位ナリックさん、9位中心さん、8位中心さん、7位オノピーさん、6位チバメガさん、5位ショウちゃん、4位シンさん、3位マサキさん、2位サトマサさん、1位ニコシタさんです、ありがとうございます、ありがとうございました。ではでは、ギフトを読みます。オノピーさん、サトマサさん、白いペガサスさん、
マウンテンゴリラさん、中心さん、まさきさん、しんさん、アイスゼット2271さん、しょうちゃん、にこしたさん、えいちゃんさん、ちばめがさん、にこしたさん、くまーん、出まかせプリンスさん、まさりんさん、太陽のアットさん、ドラゴンジェットです。ありがとうございます。そして今対戦してる方、ガビンアットマーク、ゆうせなはじまー、はじまるさん、ゆいちゃん、ガンクラアイさん、ありがとうございます。ということで、また明日夜配信するので、ぜひ見てください。では、おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。